ウェルカムトラストのギップスビルウェルカムトラストは、イギリスに本拠地を持つ医学研究支援等を目的とする公益信託団体。アメリカ出身の製薬長者のサーヘンリー・ウェルカムの財産を管理するため、1936年に設立された。その収入は、かつてバロース・ウェルカム社と名乗り、後にイギリスでウェルカム財団と解消した団体から拠出されている。 ウェルカムトラストは民間団体としては世界で2番目に裕福な医学研究支援団体であり、その純資産は2006年9月30日時点で134億ポンドを超える。トラストの使命は人及び動物の健康増進を目的とする研究を助成することにある。また、生物医学研究への資金提供に加え、一般の科学理解を深めるための支援もしている。 医学史に関する膨大な増小を誇るウェルカム図書館を抱えるが、これも一般向けに無償公開している。ウェルカムトラストは生物医学研究に年間4億ポンド以上を出資している。そのほとんどは健康や病気についての理解を増進するための研究の支援に向けられているが、植物的なものではなく、その医療上の効果は数年後に現れる。 ウェルカムトラストからの資金は以下のことに役立てられてきた。ウェルカムトラストはロンドンのユーストン通りに2つの建物を所有している。まずは1932年にポートランド島の石灰岩で建てられた183番地の建物である。これは印象的な外観を呈し3階には天井の高い図書閲覧室がある。隣接する215番地には ガラスと鋼鉄のビル、ギップスビルがある。これは、ホップキンス建設によって建てられ、2004年に、事前事業の管理本部として開館した。ウェルカムトラストは、アメリカ合衆国では、バローズウェルカム財団を設立した。2006年に、トラストは、サイアートプロダクションスキームを通じて、ジョシュアッピガネシとミア・ベイズが手掛けた、短編映画、エクスメモリアに、資金供与した。 これは、アルツハイマー病にかかった女性、エヴァの闘病を描いたもので、2006年11月に、ブリティッシュインディペンデントフィルムアワーズの最優秀、英国短編映画部門にノミネートされた。2007年4月に、ウェルカムビルは改修の後で再開館した。この改修には、ウェルカムコレクションと呼ばれる一般向けの再事情も含まれている。この再事情の目的は、 現在の医学や医学史に関する現在の考えについて一般向けの理解を増進することが起きとされている。ここには展示場、会議場、ワークショップ、喫茶室、書店などが設置されている。ギャラリーではヘンリー・ウェルカム教のコレクションの一部が展示されている。他、その時々の催事プログラムを主催している。ウェルカムトラスト医学史センターはここでの組織の一つで、 ある。ウェルカム図書館はウェルカムビルにある。この図書館には医学史に関する書物、写本、写真、フィルムやデジタルファイルなどの膨大なコレクションが所蔵されている。この所蔵資料は医学史に関する世界でも最重要のものの一つであり、しかも一般向けに週のうち6日間は無償で開放されている。 製薬産業部門との分離に着手した1986年には、トラストはウェルカム社の株のうち25%を一般向けに売却した。1995年には物議をかしたものの、残る株式を歴史的なライバルであったグラクソ社に売却し、グラクソウェルカム社を設立した。これによって、トラストは製薬部門からは一切手を引いた。 この合併データ資金は20世紀末から21世紀初頭のトラストの発展に大きく寄与した。なお2000年にグラクソウェルカム社が他の英国企業スミスクラインビーチャムと合併しグラクソスミスクライン社となったことで薬事ビジネスからウェルカムの名が消えた。ウェルカムトラストはその後ブーツ社買収に意欲を見せるテラフィルマットハボースのコンソーシアムに参加することで 再び薬の製造、小売業に関わるようになっている。ありがとうございます。